こんばんは、シュンパイロットキョウキョウです。さて本日取り上げる内容ですが、マイクロソフトフライトシミュレーターに新しいアップデート、エアクラフト&アビオニクスアップデート1が導入されました。このアップデートで変わる部分についてご紹介していきます。今回ご紹介するエアクラフト&アビオニクスアップデート1ですが、その名の通り機体とアビオニクス系のアップデートとなっており、正確なルートを飛ばすためのアップデートや実際の機体の挙動に合わせた変更が盛り込まれています。このアップデートで変更される機体については3機となっており、マイクロソフトフライトシミュレーターのプレミアムデラックス版を導入することで追加されるセスナサイテーションロンジチュードと、スタンダード版で追加されるセスナサイテーション CJ4、 最後の3機目についてはターボプロップ機である TBM930 となっています。これら3機の挙動が今回のアップデートで変更されています。次にアビオニクス系についてですが、こちらは4つ変更が入っています。まずはセスナサイテーションロンジチュードに搭載されているガーミン G5000 となります。今までのデフォルト版の場合、ガーミン G3000 が搭載されていましたが、もともとこの機体にはガーミン G5000 が搭載されていますので、実機に合わせた変更が盛り込まれています。次に TBM930 に搭載されているガーミン G3000 となります。こちらはグラフィックが更新され見やすい画面になったのと、起動時のウェルカム画面に TBM の画像が表示されるようになりました。3番目がセスナサイテーション CJ4 に搭載されているアビオニクスになります。こちらはワーキングタイトルさんで公開されていた CJ4 が公式に実装されています。最後の4つ目については、セスナスカイホーク17にクラシック版などに搭載されているガーミン GNS530W430W になります。こちらは元々のデフォルト版であった GNS530-430 に対してVNAV ガイダンスの追加や RNP、LPV などの GPS を使用したアプローチが可能になっています。この 530W、430W の詳しい操作方法については別の動画で取り上げています。もしよろしければこちらの動画を参考にしてください。それではアップデートで変更された詳細を確認していきます。530W、430W については別の動画でこの内容を取り上げていますので割愛いたします。まずはセスナロンジチュードとガーミン G5000 についてです。まず正面の画面で大きく変わったこととしては、マルチファンクションディスプレイの画面が分割できるようになっていることです。画面を分割するためには下側のタッチパネル上から操作を行います。またタッチパネルについても左右で独立して動くように変更されました。分割された画面の拡大縮小については、右側の画面を拡大縮小する場合、右側のタッチパネル上にあるノブから操作を行い、左側の画面については左側のタッチパネル上のノブを操作します。左側の画面にはマップ表示を、右側の画面にはトラフィックマップやウェザーマップを表示したりと、自由なカスタマイズが可能です。 PFD の画面についても分割できるように変更されています。機長席側の画面を分割する場合は、機長席左側のタッチパネル上から操作を行います。こちらのスプリットを押すことで、このように右側にマップが表示されます。マップ画面の拡大縮小も可能です。今回のアップデートにより、上昇から着陸にかけて VNAV が作動するようになりました。離陸と着陸用のパフォーマンスページも新たに追加され、周辺の環境に合わせたパフォーマンス設定も可能になっています。ペイロードと搭載燃料の設定についても今回のアップデートで新たに追加されています。フライトプランを作成している際、今まではシット、スター、アプローチルート内にあるいらないウェイポイントを削除できない仕様になっていましたが、今回のアップデートにより、いらないウェイポイントを削除することが可能になりました。また、アプローチルートのトランジションについても、
トランジションなしの項目が選択できるようになっています。また着陸復興後のルートについても今回のアップデートで追加されています。今までロンジチュードにはシートベルトサインなどのチャイムがありませんでしたが、今回のアップデートでチャイムが追加されています。離陸時からオートスロットルを使用する場合、スロットル横にあるトガスイッチを押します。その後オートスロットルスイッチを押します。この状態でスロットルを一番前にします。このように3つの動作でオートスロットルが作動するように変更されています。次に TBM とガーミン G3000 の変更内容です。こちらについてはアップデートでドアが開けられるようになりました。開け方についてはまずロックを外しハンドルを動かします。これでドアを開けることができます。リア側のドアについても開けられるように変更されています。閉める場合はドアのハンドルを操作します。ハンドルを下まで下げるとドアがロックされます。今まではフリーのアドオンでしかドアを開けられないようになっていましたが、これからはアドオンを使用せずにドアを開けることが可能になります。ただしデフォルト以外のカラーリングを選択するとこのようにドアを開けた際のテクスチャーが壊れます。こちらは早急に修正をお願いしたいところです。この機体を飛ばす上での大きな変化点ですが、 RNP AR アプローチが使用できなくなりました。日本の場合松本空港のランウェイ36ズールなどが飛ばせなくなります。こちらは実際の機体が RNP AR を飛ばせない仕様による影響です。飛行可能なアプローチルートが減りますので注意してください。この機体に搭載されているガーミン G3000 については先にご紹介した G5000 と同じように画面の分割が MFD、PFD ともに可能です。また降下時にのみ作動する VNAV も装備されており、 VNAV 用の設定をすればトップオブディセントで自動的に降下することが可能になります。今回公式に実装されたガーミン G5000 とガーミン G3000 はワーキングタイトルさんで公開されていた G3000 アドオンを元に作成されています。残念な部分として今回公式に実装されたガーミン G5000 とガーミン G3000 はナビグラフのチャートを表示できなくなりました。便利な機能だっただけに非常に残念な仕様変更となっています。最後に CJ4 です。こちらはワーキングタイトルさんで公開されていた CJ4 アドオンが公式に実装されています。そのため複雑なルートを飛ぶことも可能です。この機体についても VNAV が搭載されていますので高度制限に従ってフライトすることができます。ただしこちらの公式の CJ4 は SIM ブリーフを使用したルートのインポートができなくなっています。この仕様変更についても非常に残念な部分です。エアクラフト&アビオニクスアップデートの内容についてご紹介いたしました。今回のアップデートによりガーミン G3X を除くガーミン系を搭載した全ての機体と CJ4 がフライトのルート通りに正しく飛ばすことが可能になりました。ぜひアップデートで変更された内容を体験していただけたらと思っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。